次に足立康史君。日本維新の会の足立康史でございます。先ほど立憲民主党の伊坂委員がですね、改めてマイナ保険証について取り上げられました。議論がなんかぐるぐる回ってて、決して生産的な議論になってないと思いますので、伊坂さん、分かっておっしゃってるんだと思いますが、これ、結局、付加価値というか、サービスの価値が上がるので、当然、そのサービスの料金全体が膨らむわけですね。すると、3割なり何なりの自己負担も上がる、これはもう当たり前といえば当たり前のことであります。今日厚労省お越しをいただいて、榎本新官、ありがとうございます。もうね、先ほどマイナ保険証と診療報酬の関係は、先ほど伊坂委員に対するご答弁で全部言っていただいたんで、繰り返しません。で、その上でね、だから私はだから政府の答弁、よく理解できます。よく理解できます。だメリットを、先ほど大臣もご答弁されたように、利用者さんというか患者さんのメリットをですね、しっかりと理解していただくというご指摘は、ご答弁はその通りだと思うんですね。ただ、同じようなことが繰り返し議論されて、例えば妊婦さんですね、妊婦さんの、あまり詳しくないんですが、妊婦加算についても大議論があった、あの時と全く同じ議論をしてるんですね。で、妊婦加算は最終的にどうなったか、なぜそうしたか、厚労省からご答弁ください。厚労省榎本大臣官房審議官。お答え申し上げます。妊婦加算について今、お尋ねをいただきましたところでございますが、この妊婦加算につきましては、妊婦の方の外来診療において、通常より丁寧な診療を行う必要があるということを評価する観点から、平成30年度の診療報酬改定において創設したものでございますけれども、創設後の状況、また与党における議論を踏まえまして、平成31年の1月1日に凍結されたというものでございます。足立君。だからその理屈ですね。もし妊婦加算が亡くなっていいのであれば、今回の加算だってなくなってもいいわけで、そこ、その妊婦加算のそういう結論、与党が決めたっていうことですが、その論理的に破綻したことを政府・与党が決められたのか、どういうロジックなのか教えていただけますか。厚労省榎本新官。お答え申し上げます。この妊婦加算の廃止のときに、大臣から発言があったところでございますけれども、このときにはですね、この妊婦加算について、改めてこの加算の趣旨に立ち返って、医療保険制度や診療報酬体系の中での在り方について考えてみたということで、妊婦の方がより一層安心して医療を受けられるようにするという、その妊婦加算の目指すものは依然として重要だと考えますけれども、しかしながらそれを実現する手段として、妊婦加算という仕組みが適当であったかどうか、改めて考えてみる必要があるというふうに考えるに至ったというふうにご発言をいただいているところでございます。で、そういった中でですね、一旦凍結をすることとして、この妊婦の方に対する診療のやり方について、有識者も含めてご議論いただいた上で、妊婦加算のあり方について、改めて中医協で議論してもらうことにしたといった説明がなされているところでございます。足立君。なかなか政治的に処理されたということかもしれませんが、そうであれば、今回もね、妊婦さんが安心して、医療を受けられるために妊婦加算というのはいかがなものかという問題提起があって廃止をしたわけです。そうであれば同じ趣旨から国民の皆様が安心してマイナ保険証を使えるようにするために、この今議論されているその加算マイナンバーか、なんていうのかな。とにかく今回議論されているマイナ保険証にかかる加算、廃止してもいいということになりますが、どうぞ。榎本新官。
今、ご指摘いただいたところでございますけれども、このご指摘の妊婦加算につきましては、妊婦という患者さんの状態のみを、要件として設けられた加算ということでございます。一方、今回 の, そのオンライン資格確認にかかります加算につきましては、外来で患者さんに同意いただいた上で、過去の薬剤情報や特定健診結果の情報を活用して、診療などが行われた場合など の, その医療機関との具体的な取り組みと、そしてより質の高い医療を受けられるという患者さんのメリットが評価されたものであるというふうに考えておりまして、算定要件上、特定 の, その患者さんの状態のみを要件としていた妊婦加算とはちょっと異なるというふうに考えてございます。この仕組みによります患者さんのメリットについて、具体的に申し上げますと、例えば自分が使った薬や過去の診断の結果を、健康診断の結果を不正確になりがちなことではなくて、データによって正確に医師等に伝えることができる。そしてまた薬手帳にちょっと必ずしも記載されていないような入院中の薬剤とか、あるいは院内処方の医療機関で投薬された薬剤といったものも含めて、別の医療機関や他の診療科で処方されました薬剤の網羅的な情報が医師等に提供されるようになると。で、それによってこれを確認したお医者さんなどがより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断、そしてまた重複する投薬を回避して適切な処方を受けることができるようになるというふうに考えているところでございます。で、このように今回の加算につきましては、そのマイナンバーカードの活用と、そしてより質の高いマイナンバーカードの活用などより質の高いその医療の提供に向けて、医療機関などが具体的に取り組みをされる、そして患者さんのメリットがあるということで、それを評価するものでありますことから、適切なものというふうに考えているところでございます。林君、今おっしゃったのは、患者さんにとってのメリット、いや、もちろんその診療がより適切に行われる、それは患者さんのメリットなんだけど、それは患者さんにとっては日本の医療にあっては当たり前のサービスであって、で、誰がこのマイナ保険証を使うことによって誰が助かるのかといえば、お医者さんであり健保組合じゃないですか。健保組合だけじゃない、その保険者なんじゃないですか。だって医療、お医者さんはですね、その方がどういうお薬を飲んでらっしゃるか、あるいは検診情報がない、情報がない中で診察するより、情報がある中で診察する方が楽ですよね。だって情報が多いんだから。だから、お医者さんの払うコストっていうのは、お医者さんのその働く労力はですね、減るわけでしょ。情報がない中で診察するんじゃなくて、情報がよりたくさんある中で診察するんだから。だからそれは値段を、診療報酬を増やすんじゃなくて、その設備投資の話はちょっと別ですよ。そうじゃなくて、今の付加価値の問題です。医療サービスの付加価値の問題を言えば、それは低コストで高いサービスを提供することができるようになるんじゃないですか。そのクリニックの現場でもそうです。もう一つは、より正確な情報に基づいて医療が提供されれば、医療保険制度全体では助かりますよね。だってより医療、病気が早く早期発見できる、早期発見予防できる、そうすれば医療費は削減できるんじゃないですか。だから何かメリットは患者にあるんじゃないですか。患者さんは情報提供ってプライバシーもあるからしたくないんですよ。何のためにするかというと、お医者さんが楽に診察できるため、医療保険財政のためにやるんですよ。で、協力してもらうんですよ。いや、患者さんにね。患者さんは協力する側なんです。助かるのはお医者さんと医療保険なんです。どう思いますか。榎本新館。お答え申し上げます。今回のこの加算の趣旨でありますけれども、基本的にその診療報酬については、その患者さんが医療機関において、診療を受けられることによって、医療というそのサービスを得るということに対する対価として、患者さんにもその自己負担、割合に応じてご負担をいただくという仕組みになってございます。で、今回、この加算を設けましたし、先ほどご紹介申し上げましたように、もちろん先生が今おっしゃったように、医療機関にとってのメリットもあるわけでございますが、一方で患者さんにとっても、先ほど来ご紹介
紹介したようなその総合的な診療情報をいただくことによって、また先生によってそれより質の高い診療をしていただけるような形になってくる、そういった点を評価をして、患者さんにもいわばその結果がフィードバックされることになるわけですから、そういった点を評価して今回ご負担をお願いをするということになってまいるものでございます。足立君、今日政務二役をちょっと呼んでないんで、政治家としての発言はしていただける状況に、厚労省についてはないわけですが、大臣、ちょっとね、後でちょっと伺いますが、これ、厚労省的に言うと、私が言ったのは多分正しいと思いますよ。患者さんは協力してるんです。だってプライバシーがあるから、あんまり言いたくないんだけど、でも、お医者さんの利便性のために言ってるわけです。で、そもそも日本の医療は、従来から、なんて言いますかね、フリーアクセスも最近は変わってきてるのかな。でも、そのいろんなベーシックな医療は基本的に皆保険で受けられるようになってる。その時に、お医者さんに見ていただいたら、ちゃんと、十分な医療、十分な診断が受けられることが前提なんです。だからそこで情報提供したら、今までは判断ミスをしていたものが、判断ミスが少なくなることがメリットだと言ってもですね、それは国民は理解できない、国民の皆様に理解いただくことは僕は無理だと思いますよ。だからいろいろごちゃごちゃおっしゃるけど、明らかにマイナ保険証で、負担を背負っている、プライバシーの開示という負担を背負っているのは患者で、そのメリットを享受するのはお医者さんたちであり、医療機関であり、医療保険財政であるという、もうこれ以上ね、やっても、ちょっとよ首横に振ってる、ちょっと明確にさ、僕が言ってることが間違ってるなら、ちょっともうちょっと長くなくていいから、ロジカルにちょっと言ってくれない？榎本審議官。重ねて恐縮でございますけれども、今回のこの基本的にその医療機関等において、その患者さんが行かれる、受診をされるということになりますと、その医療機関において、いろいろなその診療のサービスを提供されることになるわけで、それに対する対価として、診療報酬をと、それから自己負担を支払いいただく形になってございます。で、そういう観点から、今回、この加算についても、その他にその医療機関、当然、事務的なメリットも当然あるわけですけれども、患者さんにとっての、先ほども申し上げてましたような、いくつかのこういったメリットは、そうかフィードバックされる形になりますので、そういった点で、その評価して、やはり加算がついた、でそれに対する対価として今回お願いをしなければならない、ただもちろん、そのなぜお願いしなきゃいけないかということについては、きちんと丁寧に皆さんに伝わるように説明しなければいけないと思ってございますが、そういった仕組みになっているということで、ご理解賜ればありがとうございます。私は一応医療関係者、党内にもいますし、親族にもいます、でよく医療については議論します。お医者さんが患者さんを診断するときにですね、情報が足りない中でやるより、情報が揃ってる中でやる方が楽じゃないですか。だって、病気で来られてるわけでしょ。いや、病気っていうか、いろいろニーズがあって、そのときに、いや、何もこの人は何なんだと、どういう経緯があるんだと、どんなお薬を飲んでらっしゃるんだと、検診でどんな結果だったんだと、そういうのが分からない中で、ゼロから、医療サービスを考えるお医者さんのコストと、一通りの情報を全部提供してくれて、なるほど、なるほどと、じゃあこうだなって、絶対後者の方が楽でしょ。そこに情報という価値を提供しているのは患者側なんです。そこに付け加える医者の、お医者さんが付け加える付加価値は後者の方が低いでしょ。だって付加価値を持って入ってくるんだから、患者さんが。仕上がる全体の価値に対して、患者が付加価値持ってくるんだから、医者が付け加える付加価値は小さいじゃない。なんでたくさん医療機関にあげる、お金をあげる必要があるの？ちょっと、討論として負けてない？ちょっと、もう負けたって言ってよ。でも私は負けたから次は副大臣出しますとか、大臣出しますって、ちょっと。榎本新官。お答え申し上げます。
今先生おっしゃったように、その医療機関にとってのメリット、そしてまた患者さんがその情報を提供することによって、むしろメリットを受ける立場にあるということでもあるかと思います。でそういった中でですね、今回このオンライン資格確認のシステムについて、やはりきちんと私どもとしてはこの保険証利用が普及するようにしていく必要があると考えてございます。でそういった中でこの医療、そもそもそのマイナンバーカードをお持ちになってもですね、医療機関においてそれが使用できなければなかなか環境の整備が整っていないということになってまいりますので、そういったところもきちんと環境の整備を行う必要があるということで、一つの取り組みとしてこの診療報酬改定の中で評価を新設をして、後押しをするといったような狙いもあったところでございます。まあ、そういった中で今回のこの改定、中医協でもかなりいろいろと議論をいただいたところでございますけれども、結果的にこのような形で今回スタートさせていただくということで、ご負担をお願いするということになっております。足立君。榎本新官は、お役所の立場として、今のような答弁になると思います。だってそういう仕事をしてきたんだから。しかし、牧島大臣ね、今聞いていただいて、僕、これ、議論あると思いますよ。で、厚労省の、いわゆる医療保険という保険の枠内、診療報酬の枠内で考えるから、こんなことになっちゃうわけですよ。で、毎回、妊婦さんの時、マイナ保険証の時、議論がぐちゃぐちゃになる。でも今日の私の整理、まず大臣、一人の閣僚の一人として、今のやり取り、論理的な議論を僕してますよね。それ、エンドースっていうか、いや、いい議論だと、いい議論だってちょっと言ってください。牧島デジタル大臣。準公共分野の中に医療健康を含めてデジタル庁を取り組んでいる中で、医療の質を上げていく、そういう意味では、患者さんとドクターとの間のこの会話や対話、そして診断の時間をしっかりと価値のあるものにするという意味で、大変有意義な議論を聞かせていただいたと思います。足立君、大変有意義な議論ですよ。だってこれ我が党もね、澤田亮さんとか他の党も国民民主党さんとかで、先ほどの井坂さんとか、みんな問題意識持ってやってるんだけど、今の私の整理でいくべきですよ、政府は。で、本当はですよ、義務化したらいいんです、こんなもの。早くマイナンバーカードみんな持たせたらいいんですよ。大体そこでこのなんか、マイナポイントとかしょうもないことやるから、こんなことになるわけで、早く義務化する。でマイナ保険証だって早く義務化して普通の保険証を廃止したらいいんですよ。でもし医療機関がその何設備の導入、システムの導入にお金かかるんだったら、それはどうしてもあれだったら補助したらいいじゃない。だからそれを診療報酬体系の中でやるからおかしくなる。で、今日は厚労省の政務は呼んでないのでもう以上としますが、私は牧島大臣ね、これちょっとデジタル庁、いろいろご苦労ある中で、私はデジタル庁頑張ってると思いますよ。大変な中でやってるんだから。だから私はもうデジタル庁の大臣のリーダーシップの下でのデジタル庁の取り組みはいろいろ難しい問題もあるし、組織の中も大変だ、どこでも組織団体はどこでも中は大変なんです。だからそれはもう全力で応援しますが、だからこそね、今回の問題はやっぱり放置すると、今私が申し上げた理屈をその大臣に預けますから。だって今の理屈は厚労省の理屈じゃないんだから。だから私が今日申し上げた考え方をデジタル庁の中でも一回揉んでいただいて、それで改めてデジタル庁と厚労省でこのマイナーカードにかかる患者の負担増の問題はおかしいという国会の議論を受けて、政府としてやっぱり検討するということをお願いしたいんですけど。牧島大臣。ありがとうございます。激励をいつもいただいておりまして感謝しています。現行の健康保険法、これ令和元年に改正してるんですけれども、ここでどういうふうに位置づけられているかというと、医療機関等で保険診療を受ける際、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが、オンライン資格確認により資格確認を受けることが、この法律の本則として位置づけられている
ただ現在ほぼすべての医療機関等でオンライン資格確認対応できる環境整備していただくようにご努力いただいているものの、まだその環境整備の途中である。でさらに今ご指摘いただいた健康保険証の廃止についてなんですが、従来の健康保険証で資格確認を行っている訪問看護とか、また柔道制服などの療養費においてもマイナンバーカードを保険証として利用するための環境整備が必要でありまして、ここは厚生労働省において進めていただく必要があると私どもとしては強く考えております。近い将来、保険者が従来の健康保険証をすべての非保険者に発行しなくても済むようになるよう、デジタル庁としては厚生労働省と協力してその世界観を持って進めていきたいと思います。足立君、それはぜひそうしてください。その上でマイナ保険証の今回の問題、加算の問題、これは絶対に大きな問題になりますよ。まあすでになってるね。ただメディアは頭悪いからこういう整理をしてくれてないんです、まだ。でお互いの言ってることを並べてるだけで、そうじゃなくて、さっき申し上げたように患者は付加価値を持ち込んでるんだから、お医者様は楽になるんだから、でより適切な診療が促されれば保険財政は助かるんだから、もう一度内閣で牧島大臣が問題提起をして厚労省にも再検討を求めるべきだと思うし、それは私は閣僚の一人としてこの国会論戦の中で国会で検討すると答弁することはね、これやっぱり国権の最高機関である国会を尊重する観点からも当然やっていいと思いますよ。検討するんだから、大臣の裁量の範囲内だと思いますよ。ちょっと報道に乗るようにお願いします。牧島大臣。デジタル社会推進に向けてたくさんのご提言をいただいている足立委員のご発言ということを重く受け止めます。足立君、いや僕を持ち上げても仕方ないんだけど、とにかくいやちょっと検討するで、ちょっともう一回、僕はもういいですから、とにかくこの問題に関心がある方々に対してこれは終わった話だと思ってるんです。今政府の答弁は明らかに終わってる、説明を尽くすという答弁がずっと続いてるんです。そうじゃなくて検討の訴状にやっぱり載せる、それ言っていただかないと僕は今日もう帰れないんで、ちょっとお願いします。いや大臣、それぐらい言った方がいい。牧島大臣、だってもう ご存知の通り、一義的には厚生労働省、そして厚生労働省の方でしっかりとまた検討議論されるというふうに私たちは考えております。委員長、ちょっと厚労省 の榎本さん、今日私が言った議論をもう一回テーブルに載せる、少なくとも大臣に相談する、いいね。榎本新官。どうしたの？ほら、平先生もいいって言ってるよ。お答えさせていただきたいと思います。まあ、今回この件についてはですね、先生はじめいろんな方々からご指摘を頂戴しているところでございます。私どもとしても今回の改定の影響につきましては今後厚生労働省として調査検証をしっかりとしてまいりたいというふうに考えております。でその上で今回のこういったご議論の状況も共有しながら評価のやり方について中期においてしっかりと議論してまいりたいと考えてございます。足立君、いやダメだ、中期においてじゃなくてちゃんと今日の議論を戻って政務三役大臣に報告すると、報告ぐらいしてよ。いやもうね、国会っていうのはね、もうそういうさ、町長発信の議論できる場に変えていこうよ。いいんだ、後でクビになったら僕が雇ってあげるから。だからちょっと大臣にちゃんと相談すると。大臣に報告する、相談するって別にクビにならないでしょ。はい、もう一回。榎本新官。はい、お答え申し上げます。委員からこういった議論の状況について大臣もきちんと情報を共有するべきだというお話をいただいております。この点についてはやはり私どもとしてもこの件いろいろといろんな機会でですね、やっぱりいろんなところでも控えている話でもございますので、こういった議論があったという情報はきちんと大臣室とも共有をしていくようにしていきたいと思っております。以上。
足立君。ここで大臣と言わずに大臣室というところが立派な官僚だよね。あの牧島大臣ね、ぜひあの厚労大臣ともね、もう一回ね、もう一回ちょっとワンタッチすると。電話でいいから。電話でいいから本件もう一回今日の議論を受けてワンタッチすると。それぐらい、だってそれぐらいいいじゃない、電話一本。いや僕ね、この話本当にちゃんとしたいんですよ。だから別に自分がここでどうこうしたとか言うつもりは全くないけど、本当に今まではあの検討する訴状には一歩も上ってないから、小指かけてほしいんですよ。厚労大臣と今日の議論については、厚労大臣と、だって大臣室に入れると言ってるんだから、閣僚同士でこれだけテーマになってるんだから話し合うと。はい、牧島大臣。重く受け止めます。まず厚労省の方で、大臣の方にこうしたご議論、また国民の皆様に高い関心を寄せられているということをご報告がされるものと確信しているところでございます。以上。足立君、まあ、ありがとうございます。まあ、とにかく頑張りましょう。はい、で、あとですね、経済対策が来週取りまとめられます。なんかそのよく分かんないですね、与党、自民党さんはなんか支援金だっけ、それから公明党さんは給付金だっけ、よく分かんないんですけど、なんかそういうその現金を国民の皆様、困窮されている皆様にお配りするという提言がありますが、山際大臣のところでのご検討状況を教えてください。山際大臣。はい、まだ検討中なので、検討状況の中身がこうだということを申し上げられる状況にないんですけれど、現金給付に関してはですね、ちょっと正確性を期すために読みますけれど、総理からの指示で、コロナ禍において物価高騰等に直面する国民生活の不安を解消する観点から、困窮する方々の生活を守るべく、セーフティーネットを強化する、まあ、この文脈の中で考えなきゃいけないということでございまして、もちろん現金給付も排除しておりません、なので、今、それも全体合わせて検討しているところです。足立君。困窮されている方々を応援する方法は2つしかないと私は理解をしています。給付金をお配り、給付をするか、減税をするか。まあ、社会保険料とかいうことも含めた減税をするということになりますが、まあ、ちょっとその前に、まあ、どっちかだと思うんですね。で、私たちは一義的には消費減税をしたらいいというご提案を3月15日からしていますし、明日それを法案にしたものを国会に提出します。コストプッシュインフレに対応するための国民負担軽減法案というものを出しますが、その中核の一つは消費減税であり、特に軽減税率、食品ですね、軽減税率の引き下げが核の一つですが、もう一つは原油高騰対策で、いわゆるガソリンや軽油の、暫定税率の廃止、これをですね、明日の法案に盛り込んで、提出をする予定でありますが、仮に自民党も公明党も言っている給付というものが実現する場合には、これはいわゆる平先生とか私たちがもう結構走り回って、私はまああんまり役に立たなかったかもしれないけど、牧島大臣も当時、一緒になって議員立法も協力をしていただいたりしながら、最終的には政府の枠組みで出来上がった公的給付支援等口座、もうこれ、自治体をかませなければ、もう今でも使えるんです。でも相当数のマイナンバーカードが5500万枚だったかな、あるわけですから、これを使わない手はないと私は思いますが、牧島大臣、どうですか。牧島大臣。公金受取口座の登録は、今、すでに登録マイナポータルを経由して始まっているところでございます。ただ、システムの整備の準備を現状進めているところでございまして、今年度中には円滑に利用開始できるようにというメドで動いております。足立君。私も私なりに詰めましたが、自治体をかませなければ、
それからもうちょっと言うと、線引きしなければ、一律給付であればすぐできるというのが私の今の政府の準備状況の理解です。まあ、それはもう質問しません。だから私はもう、どうせ高額所得者、高所得者は税金で返ってくるわけだから、だからもう一律に配るならですよ、配るなら一律で配ったらいいと、まあ、こういう提言を、提言というか、提案を私は今日はしておきます。その上で、やはり今必要なのは、まあ、ガソリン税の問題と、それから、まあ、その石油関連税、石油関連の税制のあり方と、軽減税率、消費税がですね、まさにコストプッシュの物価高騰対策として、私はふさわしいと思います。藤原さん、いつもありがとうございます。藤原政務官って答弁、スパッとしてていいですよね。敬意を持って、いつも思ってますが、消費減税やろうって言ったらね、基本的に日本はもうやらないわけですよ。財源の問題は、だって財源って、恒久的な制度だったら財源の議論せなきゃいけないけど、これ、一時的な経済対策ですから、短期の経済対策に財源の議論はいりません。あとは手間ですよ。事務負担。でも事務負担、世界中でこの消費減税やってるんですよ。イギリス、ね、コロナの時にイギリスは、感染防止用物品についてゼロ税率を適用。レストラン等における飲食の提供、適用税率を 20% から 5% に引き下げ。ドイツ、レストラン等における食品の適用税率を、19% から 7% に引き下げ。フランス、マスクや医療品について軽減税率 5.5% 適用。イタリア、ブラブラブラとずっと100カ国ぐらい付加価値税低減で国民生活を支えています。なぜ日本だけ事務負担というのか、それは消費税の課税の仕組み、あるいはシステム、これがやっぱり時代遅れだからなのかどうか、ちょっとご答弁ください。藤原財務大臣政務官。お答えします。少々長くなりますが、ちょっとお話をさせていただきます。諸外国の制度についてですね、詳細に把握しているわけではありませんが、例えばコロナ発生直後、2020年頃、税率を引き下げたドイツやイギリスにおいては、付加価値税率変更の際、価格設定や価格変更のタイミングを、事業者が自らの経営判断により比較的柔軟に判断をしております。税率の変更に伴って事業者がある税率の切り替えの日、その日に一律に価格を変更することはないため、値札の貼り替えやシステム改修などが一時期に集中することはなく、税率引き下げ前の買い控えも生じにくいのではないかと考えております。対して日本においては、消費税は最終的に消費者に転嫁すべきものとの考え方のもと、税率の変更に伴い税込み価格を直ちに変更する事業者が多いため、事業者には値札の貼り替えやシステム改修などの相応の準備が必要であることに加え、税率引き下げ前に買い控えが生じやすいといった問題があると考えております。委員長、足立君。それは何、どっちのシステムが優れてるの。委員長。藤原政務官。お答えいたします。なかなか一義的にですね、どちらが優れているというふうには申し上げづらいのですが、例えば先ほど足立委員お話があった中ですね、令和2年の7月16日、日本テレビのニュースなどによりますと、イギリス、現在の 20% から 5% にですね、外食やホテルの税率が、付加価値税が下げられたと。ただこれについて、そのマスコミの報道によりますと、企業側が減税された分を価格に反映されなければそのまま利益となるため、ほとんどの飲食店などは値下げをしていないなどとも、これ報道なんかをされているところであります。なかなか一義的にはですね、どちらが優れているかというのは言えないんですが、一長一短ある中でですね、しっかり財務省として研究をしていきたいと思います。足立君。我が党はですね、もうこの消費税制、これについては、まあ、そもそも地方税にしたらとかいろんな議論がありますが、もっともっとこういう景気対策とか、物価高騰対策に機動的に使える、世界は使ってるんだから、で給付でなんか揉めるんじゃなくて、早くそういうものをツールとして使える、そういう制度作り、
国づくりを提案していくことをお誓いして質問を終わります。ありがとうございます。次に浅野